YouTube をご覧の皆さん、マイクロヘッドンズです。どうも。はい、ということでですね、6月25日にマイクロヘッドンズ初の無観客ライブ、そして配信ストリーミングライブが決定したというわけですが、これ撮ってる時はもうあと何日かって感じではあるんですけど、どうでしょう、現在の心境、メンバーの皆さん、和也くん。そうですね、今回ね、新曲をもうぶっ込むと、しかもそのいつ出るかわからないと言われているアルバムの中から結構核となるような曲をもう出しちゃうんで、そこも楽しんでもらえたらいいかなと思っております。内容的には結構そのサードストーリーというか第3期を象徴したような内容になっていると思います。はい、はい、ゼロ君。そうですね、まあ無観客っていうのが初めてのことなので、そうですね、なんかまあ、想像するとすごく冷静なライブになれそうな気がしますけど、このカメラの向こうにいる人を感じながら、ライブやりたいなと思います。はい、頑張っていきましょう。アメノ君。そうですね、まあ、初の無観客でのライブ、そして結構久しぶりのライブですね。最後にライブやったのが2月なんで4ヶ月ぶりにステージに立ってみんなに顔を見せれるっていうことで、個人的にはなんか結構初めての日を思い出しながらのライブになるかなって思ってます。こう緊張とドキドキがこう両方いい感じに混ざり合ってステージができていくんじゃないかなと思っているので、まあその第3期始まった一番最初のライブ見てくれた方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、なんていうんですかね、ちょっとその回想にも浸りながらというか楽しんでいただけたらいいかなと思ってますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、じゃあ塚瀬くん。はい、初めての無観客ライブということで、カメラを相手に私たち演奏するわけなんですけども、見られるっていうのは快感ですねで見るのも快感だと思うんですけども、でそこはまあ快感と快感がぶつかり合うわけですよ。どうなの、快感と快感がぶつかって超快感ですかねまあ要するにまあ関係余っていきたいとか、そういうことですよね。出たー。だやっぱりこう遠く離れててもこれ何回言うんだろう、これ愛しちゃっていきたいですよね。はい、6月25日、在庫にてチケット販売しております。詳しくはマイクレットンズのホームページにいろいろ載ってますので、これを見てね、知ったって人はぜひね、買って6月25日アーカイブで、3日間見れますが、その後でもチケットを買えますので、ぜひぜひ、見てほしいと思います。久しぶりのマイクレットンズのライブです。期待してください。それではまた6月25日お会いしましょう。バイバイ。